はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。映像業界歴もうすぐ12年、動画クリエイターの高文です。今日は経営者や事業者の方で動画を活用してビジネスに転用したいという方に向けてものすごく大切な話をします。で、おそらくですが皆さんこちらの動画をまだお作りになっていないのではないかなと思います。そのお作りになってない動画っていうのは今タイトルにも出ている〇〇です。ですのでこちらの動画ぜひご覧いただいてこの動画作ってください。改めまして動画クリエイターの高文です。私はですね、主に法人様からの動画の制作の依頼を受けて、動画のディレクションだったり、企画構成ですね、とか、あとは撮影編集っていうのをやったりしていますと。で、もしくは、動画を活用したいんだけれども、どういう動画を作ったらいいかわかんないよっていう、経営者の方とか、法人様に向けて、アドバイザーみたいなこともやったりしています。ということで、本日話すテーマなんですけれども、タイトルにもある通り、動画を作りたいなら、サービス紹介だけじゃなくて、〇〇っていう動画を作るべきというテーマでお話をします。ちなみに大丈夫です。意地悪せずに最初の方でその結論から言っちゃうので、ぜひこのまま画面閉じずにですね、ご覧になっていただければなというふうに思います。で、最近になってですね、この経営者とか事業者の方っていうのが、動画を作ってビジネスに活用したいっていう方、もしくはそれをビジネスに転用したいっていう方がすごく増えてきていますと。で、つまりそれはご自身でやられている事業っていうのを、少しでも助けるために、もしくは売り上げとかを上げるために動画を活用したいと。それでその動画を YouTube にアップしていろんな人に見てほしいといったような思いが結構見受けられます。でですね、昔は動画というといわゆる CM 一択だったんですよね。つまり広告だけだったんですけれども、広告っていうのはすごくお金がかかるので、昔はですね、中小企業だったり、いわゆる個人事業主、自分で事業をやっている方が動画を作ろうと思っても、自分たちの商品っていうのを売り出すことができないっていう状況が発生していたんですよね。なんですけれども、今こう世界を見ても分かる通り、個人の人が自分で動画を作ってで、YouTube とか世の中に出すっていうことがいくらでもできるようになりました。それで予算もですね、昔は広告で何億円とか何千万円とか使っていたのが、今は何万円とか何十万円とかでできるような時代になりました。ですので、制作会社から個人へ動画の制作を依頼するっていうことも増えたわけです。だから僕みたいな個人でやっている動画制作とかコンテンツのアドバイスをするような人に、法人様から依頼があったりもするわけですね。ちょっと話はそれましたけれども、いずれにせよ、各経営者様とか、いわゆる事業者様っていうのが、動画を自分たちで作ることに、興味を持つようになりましたと。で、じゃあ、動画を作るぞと、早速自分たちの商品とか、サービスとかっていうのを知ってもらうために、動画を作るぞっていう風になった時に、一番最初に思いつくのって、どういった動画でしょうか？おそらくほとんどの方は自社の商品やサービスっていうのを紹介する動画だと思います。仮に少しエッセンスを加えるとしたら、ご自身の会社とかご自身のプロフィールっていうのを少し付け加えて商品やサービスを紹介する動画という形になるのではないかなと思います。で、それは結論から言うと全然間違っていなくて、ぜひ作ってほしいなというふうに思っています。それは当然で、あなたのことであったりとか、御社のことっていうのを全く知らない人に向けて、自分のたちの商品だったりサービスっていうのを知ってもらうっていうことはすごく大切です。認知してもらうことから、全てが始まるわけですから。なんですけれども、それを作って満足されているっていう方が多いのが正直言うと実情です。結論から言うと、それだけじゃ足りませんと。で、もう一つ動画を作ってほしいというふうに思っています。それが何かというと、そのタイトルにもある〇〇にあたるものです。それはパッションが伝わる動画です。つまり熱意が伝わる動画ということです。じゃあパッション動画ってどんなのかなって言って、パッション動画って検索してもおそらく多分出てこないです。僕は調べてないですけど、パッション動画っていうのは検索してパッション動画っぽいのが出てくるかって言ったら、おそらく出てこないと思います。で、先ほども言った通り、パッション動画っていうのは熱意を持った動画ですと、熱意を伝える動画ですということなんですけれども、もう少し、詳しく言うと、あなたが
何のためにその商品とかサービスっていうのを社会に提供していて、そしてどういった熱意を持ってその事業に取り組んでいるのかっていうのを説明する動画のことですと。で、当然事業を行うっていうことは社会に何かしらのポジティブな要素を起こしたい、変化を起こしたいっていうことでやっていると思うんですよね。今まではこういった不満だったりとか、いわゆるネガティブな要因というのがあったのを、それをこれからはプラスに変えていく、便利にしていく、ポジティブな要素に変えていくっていう思いがあるから、ご自身で商品とかサービスっていうのを提供しているわけです。ですので、そういった社会的な、いわゆる時事ネタのようなものも盛り込みつつ、ご自身で思いの丈っていうのをカメラに向かって話してもらう動画ですと。ですので、いずれにせよ、まあ、あなたがなんでこの事業を持って取り組んでいるのかっていうのを熱意を持って話してくださいっていうことですね。そしてそれが大切になりますということです。で、なんでこんなパッション動画っていうのが必要になるかっていうと、今までっていうのはマスマーケティングって言って、巨大な資本力、いっぱいたくさんのお金を持っている会社っていうのが勝つ仕組みになっていましたと。今まではその広告代理店とか、その会社っていうのがいろんなストーリーを作り上げて、そこに経営者ではなくて、その商品だったりサービスっていうのをできる限り魅力的に伝えるっていう状況で、私たちがその商品やサービスを買っていましたと。なんですけれども、これからはマスではなくて、一人一人、いわゆる個に訴える時代なんですよね。まあ、それそうですよね。これだけいろんなサービスとか、まあ、商品とかがある時代に、自分たちがやっている商品がどれだけ価値があったとしても、まあ、埋もれやすい時代なわけですよね。ですので、きちんと個に対して、まあ、心を動かす動画を作る必要があるということです。それは結構 YouTube にも現れていて、昔に比べて経営者の考え方っていうのを本人の口から聞く機会っていうのが増えましたよね。目にする機会が増えましたよね。それと同時にですね、近畿大学での卒業生向けのスピーチとか感動スピーチとかにもあるようにですね、結構そういう動画の再生っていうのがたくさんされます。要は伸びますっていうことですね。そういう動画がたくさん再生されるっていうところから見るとですね、やはり人っていうのは人とつながっているので、心にすごく動かされるし、まああとは同時に心を動かしてほしいというふうに思っているっていう感情が見て取れます。これをご覧になっている経営者の方だったり事業者の方にはですね、自社の商品やサービス紹介の動画だけではなくてですね、パッション、つまりご自身の熱が伝わる動画っていうのを実際に作って人の心を動かしてほしいなというふうに思っています。で、作り方はもうすごく単純で、カメラに向かって話すだけです。まあ、もちろん画質がいいカメラを使った方がいいとかそういうのはありますけれども、そんなになんていうんですかね、小細工をする必要はなくて、カメラの前に向かってこう整体してちゃんとカメラを見て喋ってあげるっていうのが大切になります。そして、まあ、テロップをつけてもいいですし、 BGM を薄く載せてもいいですけれども、とにかく大切なのはカメラに向かって、その誰かに向かってきちんと話しかけてあげること。自分たちの商品やサービスに自信を持って社会に向けて変化を起こすんだ、価値を提供するんだっていう思いの術で、こういったことを改善したいんだ、解決していきたいんだっていう思いをちゃんと伝えてあげてください。それをぜひ作ることをお勧めします。はい、ということで今回は、まあ、経営者や事業者の方に向けて、動画を作りたいならサービス紹介だけではなくてパッションが伝わる動画を作るべきというテーマでお話をしました。で、こういったビジネスに活用できる動画の使い方だったりとか、動画編集の仕方っていうのをツイッターでもつぶやいていますので、まあ、興味があればそちらもフォローしてください。インスタグラムもやっています。で、ついでにこちらの動画が、面白いと思ったらとか、もしくは有益だなというふうに思ったら、グッドボタン、もしくはコメントいただければ嬉しいなと思います。なおかつチャンネル登録していただければ非常に励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。